SBS ラジオ超ド S 今聞きたい静岡の100人。今夜はね、たくさんの方が聞いてくれています。ツイッターもね、みんなどうもありがとうございます。 SBS ラジオでは今を超えようとチャレンジを続ける静岡ゆかりの100人のメッセージを発信しています。リスナーの皆さんからもね、広く推薦をしてもらい、今聞きたい静岡の100人の選出を行ってきましたよね。さて今夜、その静岡の100人には漫画の中で活躍する人物も勝手にですけどもね、選出をさせていただきました。静岡の皆さんにはおなじみでしょう。漫画キャプテン翼の主人公で、現在はスペインのバルセロナで活躍しています静岡県南葛市、まあこれね、なんて本当にないんだけどね、そう仮想ですけどもね、静岡県南葛市出身のサッカー選手、大空翼選手がこの100人ということで、まあ、今回はね、翼くんはアニメとかね、漫画の中で生きてますから、作者の高橋陽一先生にお話を伺おうということで、先日先生のご自宅にお邪魔させてもらいました。世界中のサッカー選手、ファンにも影響を与え続ける作品を生み出す裏側、そして翼くんの今後の活躍についてたっぷりお話しいただきました。どうぞ。まずは高橋陽一先生のプロフィールをね、紹介させていただきたいと思います。先生、今日よろしくお願いいたします。お願いします。先生のご自宅にてね、始めさせていただきますが、先生は1960年生まれ、現在55歳でいらっしゃいますね。若く見えますけども大変。1980年に週刊少年ジャンプにおいて読み切りの作品キャプテン翼でデビューされています。翌年1981年に連載が始まりまして、少年たちを中心に人気を博しました。そして1983年キャプテン翼最初のアニメ化です。その後もジュニアユース編、ワールドユース編、ロードトゥ2002などたくさんのシリーズを重ねられまして、現在集英社グランドジャンプにてキャプテン翼ライジングさんを連載中でございます。先生よろしくお願いします。もうちょっとね私緊張して噛んでるんですけどもいや大丈夫です。大丈夫ですか、はい、先生、はい、このような形で、はい、今日は先生のご自宅にね、特別にお邪魔させていただきまして収録を行っているんですけども、綺麗なお宅で、また先生ラフな格好で、はいね、ちょっとこの辺になんか英語ですか、何語です、フランス語ですね。いえ多分あれスペイン語ですかね。スペイン語ですね。ということで、はい、おそらくサッカーになぞらえてるポロシャツですよね先生。ゴルという静岡にも店舗がある、お店のシャツです。みんなゴル買いに行こうねということで先生よろしくお願いします。早速なんですけども、今回は今聞きたい静岡の100人ということで、先生がねキャプテン翼の主人公であります大空翼くんとともに登場していただいたんですけども、本当にこのキャプツバでサッカーを始めた人、もちろんサッカーやってなくてもね影響を受けた人ってものすごくいたと思うんですけども、そもそも先生、はい、これ主人公の大空翼くんが小学生の頃に静岡に転校してくるんですよね、はい、そうですね、はい、でサッカーを始めるということで、南葛 SC というね、はい、このチームが静岡のある小学校の頃所属していたチームなんですけども、はい、これそもそもどうして舞台をね、はい、静岡にしようって思われたんですか。連載当時はまだサッカーがそんなに盛んではなくて、はい、当然Jリーグとかもできてなかったので、で、高校サッカーだったり少年サッカーだったり、本当に静岡がすごい強くて、サッカーの本場といえば静岡っていうのがその当時の日本の状況だったと思うんですよね、なので翼くん、当時野球がすごい盛んで、自分はサッカー好きなんだけどみんな野球ばっかやってるみたいな状況の中、そのサッカー盛んな静岡に行って本当にサッカーに打ち込みたいという、そういう願いのもとに、静岡に引っ越すんですけど、実は高橋先生っていうのは静岡出身じゃないじゃないですか。そうですね、はい、自分のその先生もともと東京ですよね、はい、東京でそのチーム作って書こうって、はい、そのこれから東京でサッカー強くしようみたいなのはなかったんですかそうですね、あまりにも野球ブームというか、はい、当時はやっぱり野球少年がすごい多かったですね、なのでだから、はい、東京に生まれた僕が静岡にサッカーしに行くみたいなイメージですね、先生自身は幼い頃からサッカーっていうのは大好きでやってらっしゃったんですか。いえ、僕も野球が好きで野球ばっかりやってましたね。
それ時にね、なんで野球漫画じゃなくて、はい、この静岡でサッカー漫画だったんですか、はい、作戦だったんですか何か。いえ、そういうわけではなくて、高校3年の時かな、78年のアルゼンチンのワールドカップをテレビで初めて見て、でそこからすごいサッカーっていうスポーツ自体すごい好きになって、あ、サッカーってすごい面白いなっていう思って、で、まあ、当時から漫画も描いてたんで、まあ、当時野球漫画を描いてたんですけど、サッカー漫画も描くようになってっていう感じです。ね、私、まあ先生の漫画とボクシングの、ね、漫画なんかももちろん読んだことあるんですけども、もともとは先生がこれ漫画家を目指そうと思った年っていうのはいつ頃なんですか。漠然とは小学校の頃からなんとなくなりたいなとは思ってたんですけど、実際に、この道に進もうって決めたのは高校卒業してからですね。高校生の時です。こんなことを聞くのも本当に失礼なんですけども、やっぱり小学校の頃から絵がお上手だったんですか。そうですね、はい、まあ、最初はあの絵描きさんとかになりたいなとかも思ったことがあったので、はい、絵描くのはすごい好きでしたね。じゃあ例えばあの子供の頃って動物園に行って描いたりとか、はい、あのちょっとねクラスでテストの裏にドラえもん描いてみたりとか、はい、いろいろしたと思うんですけど、はいはい、もうそういうのもは高橋君上手だねなんて言われるタイプだったんですか。そうですね、その通りです。あ、そういう幼少時代があったんですね、はい、うん。じゃあそして、まあ、先生の作品とって面白いね絵とかまた技とかが出てきますけども、はい、ちょっとこのキャプテン翼を掘り下げていく前に、私紀藤理恵個人として、はい、漫画家高橋陽一先生について、ねはい、ちょっと一問一答という形で聞いていきたいなと思うんですけども、はい、先生よろしいでしょうか。はいはい、先ほど小学校の時に漫画家目指しているという話ありましたけども、はい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 、それよりちっちゃい頃、はい、最初の幼き頃の夢って先生何だったんですか。はプロ野球選手ですね。プロ野球選手、はい、当時好きだった選手は、掛布選手とか好きでした。なるほどですね。はい、失礼しました。さあそして高井先生、好きな食べ物は。食べ物、お魚が好きですかね、はい、お寿司とか、はい、あ、お寿司が好きなんですね、はい、さあそしてですね、お休みがあったら先生何してみたいですか。基本休みの時は体を動かすことが多くて、はい、特に最近はフットゴルフってあのサッカーするゴルフあるんですけども、それをしたり、あと最近ハマってるのはパデルっていうスペインで流行ってるスポーツなんですけど、はい、テニスとスカッシュと卓球を合わせたような感じのスポーツなんですけど、それをやってます。ぜひ今度ご一緒にね、私も初めて聞きましたけども静岡にそれを運んでいきたいと思いますけどもね、はい、続いて先生、好きな漫画あるいは好きな漫画家さんが自分以外にいらっしゃったら。子供の頃はあの巨人の日とか明日のジョーが好きだったり、あと水島先生の野球漫画すごい好きでした。なるほど、ドカベンですね。そうですね、はい。普段は先生漫画家さん忙しいと思うんですけども、はい、寝る時間は何時ぐらいなんですか。基本朝方というか夜中というか、はい、で昼ぐらいに起きてっていう感じですね。うん、一月の中で一日お休みだっていう日ってあるんですか。まるまる休みっていうのはほぼないかもしれないですね、はい。そして日本でズバリ応援しているサッカーチームってあるんですか。日本では特になくて、はい、フラットに見てる感じですね。じゃあまあちょっとねこの辺は後で掘り下げていきたいなと思いますけども、今もし一つご褒美もらえるとしたら先生何が欲しいですか。ご褒美考えてなかったな、そういうの。ご褒美ですか、何欲しいですかね。ない、うん、思いつかないですね。ありがとうございます。先生やっぱり満たされてらっしゃいますね。すごい、ありがとうございました。ではキャプテン翼の話に入っていきたいと思います。先生の作品本当にとっても自由な発想でですね、まあ、J リーガーの方々がね結構真似をしてテレビでね私も拝見したことあるんですけども、ああいう技とか発想っていうのはどういうところから先生ヒントを得てるんですか。そうですね、まあ基本的にはこんなことができたら楽しいだろうなっていう思いなんですけども、うん、やっぱり今自由っておっしゃられた通り、あのずっと野球が好きだったところでサッカーっていうのはやっぱり野球よりもすごい自由なスポーツだなと思ったので、うん、まあ、そこはすごい意識して、まあ、手さえ使わなければ何でもできるスポーツっていうイメージで、まあ、こんなことができたら楽しいだろうなっていうイメージのもとに書いてますね。うん、あの今までまあ発明した技で必殺技の中で、はいはい、先生が特に気に入ってるものって何かあるんでしょうか。はい、
反動手即陣法っていう中国の選手が相手のシュートを打ち返すっていうのが技があるんですけど、はい、それはなんとなく好きですね。おあの今 J リーグの、ね、選手たちがそれをやって、はいはい、ね、テレビで私その技拝見しましたけど、はい、もう今ああいう先生が書いた神技みたいなものが、はい、現実にああやってその今のプロの方たちがやるっていうのは、はい、先生どんな風に見ているんですか？いや嬉しいですね、素直に、はい、単純に嬉しいですか？はい、単純に嬉しいですね。今後今もう翼くんだいぶ大人になってますけど、はい、ああいう大人になってから新たなちょっとダイナミックな技が出るっていうのはあるんですか？まあ、あの常に考えてはいるんですけどなかなか。あ、はい、じゃあこれから出てくるかもしれないですね。そうですね、はい、作りたいですね。楽しみにしてます、はい、じゃあ先生ちょっと先生の人生も話聞いていきたいと思いますけども、小学生時代からまあ現在まで、まあ、主人公の翼くんはじめ登場キャラクターいろんな苦難とか、はい、まあ、困難を乗り越えてきたと思うんですね、はいはい、高橋先生自身は、はい、まあ、これまで苦難はどんなことがありましたか？やっぱり漫画ってこう人気商売でもあって、うん、あの毎週毎週人気投票で漫画の順位とかついちゃうんで、はい、その中でこう いかに生き残っていくかみたいなのは、うん、なかなか大変ですし、うん、読者の反響がない時はすぐ打ち切りになってしまったりとかもするので、うんうん、それに打ち勝とうと常に頑張ってるって感じですね、うん、あの今ねちょうど SBS テレビでもね重版出題っていう、はい、あの漫画のアニメの、はい、そのね出版社さんのドラマやってますけど、はい、先生ああいうのを見たりするんですか？はい、見てますね。おどうですか現実の、はい、ああいう漫画家さんと出版社の関係と、はいはいはい、あのドラマってどんな風に先生ご覧になってます？いや本当にリアルなところもあるし、あこんなに熱心な編集者がいっぱいいてくれたら嬉しいなという思いもあるし、まあ両方ありますね、はい、あの実際に漫画家の方がね見てるって聞いたら多分作ってる方かなり嬉しいと思いますけども、はい、先生の周りにはああいう素晴らしい編集者さんっていらっしゃるんですか？はい、まあ実は素晴らしい編集者もいますし、そうでない編集者もいると思いますね、はい、先生も締め切りに間に合わない例えばネームっていうんですか、はい、が出てこないとかっていう経験はもうあるんですか？おかげさまで僕まだ原稿落としたことないんで、はい、一応なんとか間に合わせて書いてはいるんですけど、ギリギリとかやばいなとか思った時はありますね。だって先生今19歳からデビューされてて、はい、35年、はい、一回もないの、はい、すごいですね。それって珍しいんじゃないですか？まあね、他の漫画家さんのことあんまりご存知じゃないかもしれないんですけど。いや、そのこともないと思いますけどね。本当に秋元先生とかも多分、こっち亀の、はい、多分休んだことないんじゃないですか。落としたことないんじゃないかなと思うんですけど。すごい。それは先生、ある意味で決めてるんですか？自分の中で。そこは落とさないにしようっていう。そうですね、プロとして。かっこいいね、プロとして。今のところエコをかけさせていただいたと思います。ねえ。プロとして、プロとして。かけずに先生何回も言われてますかね、うん、先生単純な話なんですけども、ちょっと私素人目線でいくと、はい、漫画読みますよね、はい、この間も先生の最新号読みましたけども、はい、あの最新号1号分っていうんですか、はい、あれでどのくらいのお時間かかってるんですか？今の連載は25ページ連載が基本なので、はい、どうだろうな、1週間ちょっとですかね。じゃあやっぱりその10日ぐらいですか？そうですね、はい、かかるんだね。不思議なもんで読む方はもう楽しくてパンパンパンって読んでものの何分で読んじゃうんだけどね。そうですね、先生はもう1週間かけて書いてくださってるんですね、はい、そして現在翼くんはと言いますとスペインのバルセロナに所属していますけども、はい、あのこのねバルセロナに所属している翼くんに対して、はい、結構世界で物議というかね、はい、意見がいろいろあるって聞いてるんですけども、はい、先生のところに届いてますよね。なんとなく、はい、ね、これレアルマドリードの当時の会長からは、まあ、なんで翼くんがね、まあ、オラがチームに来てくんなかったんだって話があったってそうですけども、はい、先生それちょっと聞いてどんな感じだったんですか？まあ、はい、そういう話題になっていただけるのはすごいありがたいことで、うん、はい、これバルサ、まあ、スペインに、ね、あるこの FC バルセロナ、はい、今ちょっと、ね、はい、似ている名前のチームですけども、はい、こう FC バルセロナからは何かあったんですか？一応あの歓迎というか、はい、喜んでいただいて、はい、なんかどの選手とお話ししたとかってあるんですか？
いえ、あの特には、はいはい、選手とはなかったんですか。はい、あの、はい、会場さんとかは喜んでくれて、あのビップルームというかビップ席で、あの試合見させていただいたりとかしました。先生、あの世界のプレーっていうのはもうやっぱり違いますか。そうですね、やっぱりバルセロナのサッカーは面白いと思いますね。うん、世界の選手、まあ、例えばバルサの選手といったら先生がすごいな、かっこいいなっていう選手ってどの選手ですか。やっぱりメッシですかね、今のところね。はい、先生がそういう世界のプレーをご覧になって、こう漫画に生かすっていうこともたくさんありますか。はいはい、うん、まあ、基本漠然とは見てるんですけど、うん、まあ、本当に漫画みたいなプレーっていうのも時々起こりますし、うん、そういうの見てアイデアの元にはしてますね。うん、まあ、そのまま使うっていうことはないんですけど、はい、まあ、スピード感とか、そうですね、こう打った後の表情とか、はいはい、そういうのも含めてですね。レスターの岡崎は先生、はい、ね、もちろんご覧になっていると思いますけども、はい、あのことはどうでしたか。何かあったりありました。お話ししたりメールしたり、まあ、あれこそ本当に漫画みたいな話で、本当に弱小チームがプレミアで優勝しちゃうっていう、うん、本当に奇跡的なことだと思いますし、うん、まあ、でも現実でもそういう漫画みたいなことっていうのは起こるんだなっていうのは改めて思いましたね。あの昔先生にお話聞いた時は、確か日本の選手で岡崎選手が好きだって話ね、本当にされてたと思うんですけど、いまだにやっぱりあのプレーとか。そうですね、好きですか。根性はすごいですよね。あの我々今日はもちろん静岡から来てるんですけど、もともと岡崎選手は清水エスパルスにもいらっしゃった選手で、はいはい、まあ、エスパルスのね、はい、やっぱり好きな地元の人たちからすると、はい、岡崎帰ってきてほしいなとか、はい、エスパルスもっと頑張れっていうのがあるんですけども、はい、先生、現在のこう J リーグをご覧になっていて感じることって何かありますか。はい、そうですね、まあ、一番思うのは割と蹴っちゃうプレーが多いので、うん、本当にスペインのサッカーみたいに、危なくなった時でもこう自陣とかでも回していけるようなサッカーになればもっとレベル上がるんじゃないかなとは思うんですけど、うん、まあ、はい、まあ本当に、ね、先生に来て監督やってほしいぐらいな感じなんですけどもね。最近の先生、ジュビロとかエスパルスは、はい、あんまりやっぱたくさんチームありますから、はい、なかなかご覧になる機会ってないですか。まあ、なんとなくは見てますけど、うん、はい、どうですか、どうしたらちょっとでも勝ちますかね。そうですね、うん、まあ、サポーターがいっぱい応援していれば、あの多分選手もやる気になると思うんで、うん、石崎くん欲しいですね。先生、エスパルスにくれませんかね。そうですね。交渉してますけども、まあ、でも翼くんがそれこそ近い将来、はいはい、こう地元のね、はい、まあ、ジビロなり、はい、エスパルスなり、はい、地元クラブにこう凱旋してプレーしてくれるようなことっていうのは先生 ありますかね。そうですね、あの、まあ、ヨーロッパとかでもあのサッカー選手としての最後の終盤とか地元のチームに戻ってプレーするっていうのはよくあることなので、はい、そうですね、あるんですか。選手生活の、はい、終わりにはあるかもしれないですね。終わりにはあるかもしれないです。じゃあイエスかノーかだった先生。イエスですね。おちょっとね、うちのスタッフ清水出身のもんだからもう多分エスパルスにと思っていると思いますけども、はい、まあ、七海監督もし聞いてたら多分ね、ジビロにと思ってるかもしれません。どっちに、どっちか両方行くかもしれない。藤枝も FC かもしれない。これいろいろ本当物議、また静岡でね、あると思いますけども、先生、あのこれから2020年には東京オリンピックもね、はい、ありますけども、はい、どうですか、そのあたりは意識されてるんでしょうか。いや、特に意識はしてないんですけど、うん、まあ、東京オリンピックでまたサッカーに限らずいろんなスポーツが盛んになってほしいなとは思いますけど、うん、あのもちろんオリンピックサッカーもね、はい、若い選手たちが活躍すると思うんですけども、はいはい、どうですか、まあ、今翼くんは22歳、はい、ということは、まあ、あとね4年後ぐらいに何歳になってるのかもちょっと気になるところですけども、はい、例えば、ね、選手とそのまま選手としてもありますし、オーバーエイジ枠でね来るっていうのもありますけど、そのあたりは。そうですね、あの今あの漫画の中ではマドリードオリンピックっていうことで、ま、オリンピックを戦ってるので、もし東京オリンピックのサッカーを描くとしたらオーバーエイジになると思いますけど、はい、出ますね、オーバーエイジで、
わかんないですけど。ありますね。わかんないですけど。あと誰、若林くんかな。コーチ。誰かな。コーチね。でもロベルトも帰ってきてほしいね。なんかね、あの上見上げたらロベルトがいたってちょっと見たいなと思いますけども、楽しみにしていいですか先生。はいはい。2020年も何か起こりそうです。はいはい。あとですね先生、あのちょっといろいろこれね、よくキャプツバを読んでる人が言うのが、はい、自分たちの町がね、はい、出てるっていう人多いんですよ、はい、あの南葛市が自分のね、はい、町の 裏場の裏にあるそういう土手だとか、はい、建物だとか、はい、曲がり角だとか言う人いるんですけど、はい、そこのとこは先生どういうふうなね書いてるんですか、イメージとか、その静岡に行ってスケッチしたりとか、例えば知ってるんですか。特にはないんですけど、はい、本当に架空の町ですね南葛市は。ってことは静岡市の人たちが、まあ、清水の人もそうですけど、はいはい、あれ俺の家の裏だよとかっていうのは、はいはい、錯覚かもしれないね、リスナーの皆さん錯覚ということで先生、まあでも OK ですね、はいはい、全然そうやって楽しんでいただければ、イメージして楽しんでくださいね、ということで。さあサッカーのお話ね、ここまで聞いてきましたけども、先生漫画家高橋陽一として次に違う題材で作品をもし書くとしたら、はい、どうでしょうか。可能性としてはどんな題材で書いてみたいなっていう未来予想図はありますか。そうですね、やっぱり誰も書いてないような、はい、スポーツがいいと思うんで、本当に今だったらフットゴルフとかパデルとか誰も書いてないんで書いてみようかなとかはちらっと思いますけど。もう先生実際に今ね自身もプレーされてますから、そういう日が近いかもしれません。さあそして今回はまあ、いろんな方にですね、自分の夢とかこの目標を達成するためにどんなことが必要ですかって話を聞いてるんですけども、まず先生、自分のこれから夢を持ってる人、目標を持ってる人が何をすればこう夢に近づいていく、叶えられるかなっていうのは先生どんなふうにお考えですか。そうですね、まあ、まあ一応僕もあの漫画家になりたいなと思って頑張って、まあ、一応なれたんですけど、はい、まあ、なんでなれたかっつったら多分諦めなかったからかなとは思ってるんで、まあ、漫画家を目指してまだデビュー前とかでも、あ、もしかしたらなれないかもしれないなとかって思ったこともあるんですけど、それでもなりたいなっていう気持ちが強くて、まあ、諦めないでずっと帰ってきたからなれたのかなとは思うんで、まあ、諦めないっていうことが、まあ、大前提というか大事なのかなと。あ、諦めないってことですね。いや、なんか先生が言うと本当に諦めちゃダメだなと思いました本当に。さあでは最後になりますけども、静岡のキャプテン翼ファン、そしてサッカーファン、そして適当ナイトのねリスナーのみんなに一言お願いいたします。はい、やっぱり静岡はサッカーどころということで、ずっと続いていってほしいなと思っているので、ぜひ静岡のサッカーを皆さんで盛り上げていってください。さあ今日は今聞きたい静岡の100人、漫画キャプテン翼の作者高橋陽一先生にお話を伺いました。高橋先生、今日はお忙しい中ありがとうございました。ありがとうございました。